笹ヶ瀬川に今日はやってきました。西日本豪雨災害の時もかなりやばいとこまで水が来た、まあ、床下浸水まで来たエリアですね、まあ、でも最近ねちょっと気になった点がありまして、まあなんか普通のような川に見えますけど、よく見てみるとゴミが多いんですよね。見えますかね。でこの下にもマスクが1枚あったりとか、いろんなゴミがねちょっと散乱してます。どっから来たんだろうっていう感じでもあるんですけども、オイリーグリーン、ちょっとね今日はねできる限り掃除していこうかなと思います。こういうものはちょっとねあの無理なので、どうしようもないので、今の装備ではちょっと片付けれるものだけでも片付けていこうかなと思います。これね、携帯のね、充電器ですね。こういうものが存在します。ちょっとこの辺を歩いて、あの向こうの辺にもね、向こうの対岸側にもペットボトルが確認できます。結構向こうにもあります。1、2で浮いてるもの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、もう10以上はあります。こういうとこでもやっぱり積んですね。まああのね、どんな状態かちょっとわからないですけども、ここにプロのねゆっくりされる方とか、まあ釣りをする方とか、まあいろいろいるんですけども、ゴミ袋があります。ここ捨てたのかもしれないですね。ここはね、あの排水場なんですよね、この地域の。だからかなり水が入った時にポンプでこの川に押し戻すということで、あのおそらくはそのね、こういう洪水の時とかゴミがあると詰まっちゃう可能性もなきにしもあらず。ビールの缶のゴミですね。ものすごい量。分けします。空き缶、ここにも空き缶があります。よし、手袋持ってくればよかったなっていうような、ちょっと汚れ具合。よし、ここにもペットボトル。よいしょ。これやるな。
よし。あ。どこにめちゃめちゃゴミがあります。わあ、これはやばいな。かなりのねゴミが、散乱してます。どういう状態なのかがいまいちわからないんですけども、ここにまとめて捨てたのかな。で特にね、なんか先ほどからずっとね、ペットボトルが川の中にね、浮いてるのが見かけるので、でもこの先は、まあ、ずっとまっすぐ行ったら、まあ、津高とか、まあ、岡山空港に行くエリアなんですけども、まあ、そんなに長い川じゃないんですよね。岡山空港からぐらいから始まるような川なんですけども。ねえ。どういう状態でここに来たのか、流れ着いたのか、それともここに放置されたのか、ちょっと片付けます。ちょっとまとめましょうかね、片付けれるものと。よいしょ。エアコン洗浄スプレー、こういうのがね、多分排水とかに詰まっちゃうと洪水の原因になって しまうかもしれない。よいしょ。なんかね、リサイクルできそうな感じのものがかなり多いですね。スプレー缶とか、街で見るようなゴミはなくて、回収できそうなね、なんかヒントでも、ヒントなのかな。よし。できる範囲でやっていきましょう。よいしょ。ああ、ちょっと UFO キャッチャーのようだ。まあおおよそこれぐらいのねゴミ、まあ一部はゴミ袋の中に入れたんですけど入ってます。でもまだねこの水門のところに。ゴミが溜まってます。ちょっと落ちたら怖いですけど、スプレー缶ですね、2つ入ったペットボトル回収していきます。
うわあ、これですよ。ゴミが多すぎて、これはものすごい数ですね。もう見るからにペットボトル、発泡スチロール、再生できそうなものがたくさん浮いてます。ものすごい数でございます。おそらくこうやってゴミがたくさん流れてるから、こういう感じでフェンスを張ってると思うんですけども、この設置されたのは多分つい最近だと思うんですけど、ものすごい数。で、もうこの下にもかなりのゴミが、人が住んでるようなね、感じだと思いますけども、人が住んでたのかな。まあ、仮にここの工事をしてるからこういうフェンスを張ってるのか、それともゴミがすごい流れてるからフェンスを張ったのかちょっとわからないですけども、たとえここにねこういうものを設置しただけでもこれだけのゴミが集まるだなとちょっとびっくりしてます。まあ、最初はねまあ、ゴミがあるなっていう感じで掃除をし始めたんですけども、こうなっちゃうと個人では対処できないような感じになってます。もしこれを見てるね、まあ、岡山市とか、まあ、その関係のね方がおられたら、まあちょっと 何かしらの、ね、対策を してほしいと、あと原因をね、追及してもらいたいなと思います。まあ、以上こんな感じでお届けいたしました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。